鹿児島国体の開会まであと40日となりました。県内43市町村をめぐる炬火リレーがおととい鹿児島市でゴールを迎えました。今日は晴天に恵まれました。炬火リレーも鹿児島市を残すのみ、まもなくスタートです。薩摩、大隅、離島の3つのコースに分かれ、先月から県内各地を巡ってきた炬火リレー。大隅離島コースは今月24日にゴールし、残る薩摩コースもおととい最終日を迎えました。沿道には声援を送る人も。子どもたちと一緒に記念になるなと思って応援に来ました。頑張れ。鹿児島市の中央公園からおよそ5キロ先の網広場を目指します。鹿児島市では6歳から89歳までの218人がつないだ楽しみがゴールの網広場にやってきました。今盛り上がりました。小学校6年松原小学校の時に体育国体で個体で開会式に出たものですから、その時のことをちょっと思い浮かべながら、この今回の国体が盛り上がるようにという気持ちで走りました。皆さんが笑顔で手を振ってくれたりして応援してもらって、とても楽しい気持ちで走ることができました。練習に打ち込んでいるんですが、ゴール後のステージには県出身の元 J リーガー前園真清さんや鹿児島のアスリートも登場。とりあえず練習をたくさん。去年の栃木国体では成年女子競歩で18歳以下の日本新記録で準優勝した鹿児島女子高校3年の大山愛選手。練習で長距離を走ると話すと、走る練習してたら競歩の時に走ったりしません。競歩で走ることはないんですけど、あまりにも長い期間走る練習をしすぎると、はい、ちょっと久々に競歩したらちょっと忘れてしまうことはちょっと走りそうになったりしますからね。鹿児島で開催されるってことは、やっぱもっと多くの地元の人が応援してくださるってことになると思うので、もっと頑張っていきたいなって思いました。またこの日の会場には鹿児島市で開かれる競技会場で選手らに提供される鹿児島の美味しいものが詰まった弁当が特別に一般販売され、用意された90食はあっという間に完売していました。全国のアスリートが一堂に集う鹿児島国体鹿児島大会、県内全体でおよそ4800人がつないだ3つの炬火は10月7日鹿児島国体の総合開会式で一つになります。いよいよ始まるんだなというのを感じますよね。そうですね、ワクワクしてきましたよね。で、今後なんですが、来月7日に県庁で炬火到着式が行われ、国体開会の前日10月6日まで薩摩、大隅、離島を巡った3つの日が並んで展示されます。